それではですね、皆さん最後のバンドです。堀川くんが堀川っていう名前ですので、ホリーナイト、ホリーナイトです。ホリーナイトですかね。ホリーナイト、せいえせいなど呼ぶ。ああ、そうやっちゃ、はい、ホーリーナイト、そうですね、ホーリーナイト、どっちいいか、もうホリーナイト。それでは、よろしくお願いします。いけ、I'm not talking.
をします。かっこよく決めたかなと思いますが、 MC やります。ホリーナイトです。よろしくお願いします。なんかちょっと戦ってみたいですよね、これ。今回は、ジェフ・ポーカーのトリビュートということで、今回、一さんからの誘いがあり、それで、むつみさんからの誘いがあり、今回出させてもらいました。で、今回、まあ、どうしようかなって考えた時に、やっぱりトットが好きなっていうのもあって、今回それで、実はだからセッティングもわざとポーカーの真似してます。で、椅子も普段高いんです。低くしましたし、これ、ダイソーで買ってきました。ポーカーのっぽく見えるかなと思って。で、あと、シンバルは本当、パイステっていうのを使ってるんですけど、高くて買えないので、ジンジャン使ってます。なんで、ちょうどいい、綺麗に見えるように磨いてきました、ピカピカに。はい。なので、まあ、今日、最初に、むつみ園と、USJY と、隣のトトロ。ごめんなさい。で、最後、ホーリーナイト、最後ですが、最後まで、もう、あと残り少ないんですが、楽しんでください。よろしくお願いします。
We'll be right back.
がとうございます。アグレッシブに行かないと言ってアグレッシブに行ってしまいました。出来上がってます。と言いつつも、今日のイベント次の曲でラストでございます。の前に、この素晴らしいメンバーを紹介したいと思います。では、まず下田からキーボードリカベース田代圭司で、ボーカル原秀樹で、ギター伊勢博士、そしてドラムス堀健、やっと弾けないんですね。はい、はい、そイエーって言っちゃいけない曲ですよね、カッコつけてるのに。で、先ほど、むすみさんもちょっとネタ話していただきましたが、最後は、ボズスキャンディスの We Are All Alone という曲でちょっと締めたいと思います。この曲は、まだトトができる前にジェフ・ポーコの10代の頃にレコーディングされたと言われている曲をこのおじさんがやりますが、その10代の子でこんなプレイができるのかすごすぎるなと言ってもらえると衝撃を受けた曲ですね。で、この曲は皆さんもド定番でいろんなところで聴いたことがあると思うんですが、最後この曲でこのイベントを締めたいと思います。よろしくお願いします。We're not on the right. I need to be.
イエーイ、ホリケン君素晴らしい演奏ありがとうございました。バンドリーダー、イス君がリーダーですかね、ホリケン君。